マリコとユキエの朝からオールナイト。ちゃんちゃらちゃんちゃらちゃんちゃちゃんって感じですけど、早い、終わったんですか。もう終わり終わり終わり、はい、ここどこですか。また俺が聞いてるし。ここどこですか。はい、ここはね、いいとこ、石神井公園です。イエーイ、石神井公園初めて来ました。あ、そう。はい、本当に初めてです。僕は石神公園が故郷なんで。故郷あるんだ、うん、きょんちはがね。石神井公園さで、まあそうですね、石神公園、もう僕の本当生まれ故郷がここでございます。だからね、いいとこですよね。今日カメラ動かしてみます。あ、後でね、ちょっと後ですか、うん、はい。マリコさん、なんか例えばその公園とかって、そのなんか昔子供の頃遊んだ記憶とかある？駒沢公園。あ、駒沢公園か。はい、幼稚園小学校2年生ぐらいまでは駒沢公園に毎週行ってました。あ、本当。はい、大きすぎて覚えてないです。ああ、石神公園もでかいよ。いや、でもこっち森がいっぱいあって、うん、森が盛りだくさんなんだよね。池があって、池池って感じもあるんですけどね。何言うてるんやねって思うね。毎回面白いですね。そうそう、受けてるの私だけじゃな。いや、でもこんなにやっぱり、うん、世田谷でしたけど、うん、あ、駒沢公園って目黒区なのかな、世田谷区かな、ちょっと分かんないんですけど、うんうん、私世田谷に住んでた頃は、うん、駒沢公園行ったんですけど、こうなんかもう石の場所が多くてサイクリングコースができてて、あ、なるほどね、森っぽい感じがなかったので、今回久しぶりに東京のこういう公園というところに来て感動してます。てか石神公園は結構田舎っぽいっていうか、ちょっとその自然が多いっていうか、うんうん、すごい、いいです、うん、でこれね、こっちがボート池っつって、まあ、今日はボートもいないけどね、白鳥の漕ぎボートとかが、あっちの方にあったんだけど、こんな感じに、あ、見えるかな、あ、この木のね、下の方にちょこっとアップにできないので、これ今ね、だからそういうボート、こっちはね、ボート池っつってボートなんで、はい、ちょっと道を挟んで向こう側にね、三宝寺池っていうまたもう大きい公園があって、池があるんですけども、三宝寺池のはね、もっと原生林っぽいっていうか、さらに森の中にある感じ。行きたかったな、今日時間ないんだよね、なんかもうね。なんだけど、三宝寺池っていうのはもっとこう原生林っぽくて、うん、まあそっちも楽しくて、まあ、僕大体散歩のコースとか、うん、もうとにかく小学生の頃からよく遊びに来てたから、いいな、ね、こういう場所が近くにあるっていうのはいいですよね、うん、でね、石神公園絡みの話だと、はい、一回この公園ね、特にボート池の方なんだけど、うん、水が全部枯れちゃったことがあるんだよね、うん、え、じゃあボートどうしたんですか。いや、ボートどころか、これ地面が出ちゃって、こう床歩い、あ、床っていうか、そこ歩いたもん。あ、え、床を、あ、床ってか、そこ、そこがこう、もうなんかひび割れしてる、そこがもうむき出しになっちゃって、へえ、あ、そこ歩いた記憶あるもん。へえ、まあ多分それ1回ぐらいなんだと思うんだけど、1回干からびたことがあって。干からびたんだ。びっくりしましたよね。やっぱり船ってそうすると倒れたりするんだ。いや、船はもう倒れ、もうどうなったか、ちょっとボートのことまではぼーっとしてて、そこまで分からなかったんですけども。いや、網走の方行った時に、うん、これ流氷が来るから、ああ、それ危ないよね、船壊れちゃうよね、あげるっていうのは、あのね、お金あげるって聞いた時にびっくりしたんですけど、何を言ってるのかな。ああ、でも危ない、だって氷で壊れちゃうよ、絶対。そうなんです。そういう船ってそういう大変なことがあるな。やっぱ冬はね、やっぱ凍ったりするのよ。あ、これ？うん。あ、え、じゃあボートどこ行くんですか？ボート、だからやっぱりそれもボートしててよく分かんないよ。で、その今度は冬に関してのちょっと思い出す話は、はい、石神公園にね、ワニが出るっていう、ちょっとそういう、僕がちょうど大学時代の頃、うん、なんか石神公園にワニが出たとかっていう、そういうニュースは、まあ、噂話かもしれないですけど、うん、なんか指を食いちぎられたとかって、そんな被害があったとか、なんかそういう話があったの。そういう話があったんだけど、それさ、うん、次の春になったら、うん、なんか、亡くなっちゃったんだよね。また誰かがこう、あれ、なんか。いや、ね、大丈夫ですか？ワニじゃなくて、多分ワニガメっていうペットが、あ、や、ちょっと野生化しちゃって、多分池にいたの。そう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 。で、こうすごいワニガメって、こう口が、噛むやつでしょ？噛むやつ。指とか食いちぎっちゃうんですよ。はい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 。で、それの被害だったんじゃないかって。冬、越せなかったんだよ。
ああ、そうだったの。そうそうそう、亀って冬越せないの。だから凍っちゃうもんだってこれ。あ、そうなの。だから、それで、ね、プルプルしてるから私持つよ。あ、はい、あ、疲れた。それで、はい、春にはもう一切もうそういうのなくなったっていうね。そんな事件もあってね、石神井公園まあいろいろありました。本当ね、子供の時はね、よくこうマラソンしたりとか、嘘ばっかり。自転車でぐるぐる回ったりとか。それならわかるけど。うん、いやマラソンじゃないな、ジョギング。あ、知ったんですか。今で言うジョギング。その頃ジョギングって言った言葉があったことか忘れちゃったけど、小学生の時だから。で、明け方ちょっと早い時間に朝起きてここまで来てぐるって一周する、うん、走ったりしてたのね。だけど賢い子にありがちなやつですね。なんだけど、はい、俺ちょっと気管支弱くてさ。あ、そうなんですか。うん、朝の空気で冷たくて余計悪くなっちゃった。いいじゃん。だから体に悪いことしてただけじゃん。だからやめました。あ、そうです。水泳にやったんですか。あ、水泳はずっと昔からやってたんだけどね。まあこの池じゃ泳げませんよ、だけど。池で泳いじゃいけません。はいやっぱそれ面白いと思うの私だけ。いや本当に奇特な方が隣にいらっしゃって、本当に何言っても面白くてしょうがないんですけど、はいはい、まあとにかく石神井公園ね、そんなんで、はい、もうとにかくいろんな思い出があるんですよ。どんぐり拾ったりね、本当で、あのね、カモもいるんですよ。カモね、うん、カモいるし、カモね、うん、それから、あの鯉がいっぱい泳いでて、そう、さっき言いましたよ、鯉、うん、鯉がいっぱい泳いでてね、それでももうすごいでかい鯉とかもいるんですよ。恋って、それ、その恋違うんだ。違うんだ。はい。あ、俺さ、俺たちさ、レパートリーにさ、はい、恋の季節あるやん。はい。忘れられないの。忘れられないの。逆パターンになってます。で、はい、俺幼稚園の時、流行ってたんだよ、ピンキーとキラーズね。ね、私生まれる前だ。石神井公園とか歩きながら、うん、恋はって歌ってたんだけど、うん、俺それ幼稚園だから、うん、恋を知らなくて、はいはいはい、なんで私の恋っていつもこっちの恋なんですか。幼稚園生ですか。ここに、今恋いないかな。いないな。あ、見えないかな。アヒル、はい、アヒルじゃない、はい、何これ。アヒルカモだよ。カモカモ。で、この恋かと思ってたっていうね。あ、池の恋ね。そう、池の恋だと。よくでもありがちですよね。幼稚園生だから恋わかんないから、ね。いや、わかんないですよね。私も未だにわからないんです。今なんか放送事故が起きておりまして、ね、なんか変な電波が電波ジャックされました。せっかく佐藤さんの作った曲歌ってあげたのに何ですかそれ。いやいや、恋愛したいの。はいはいはい。はい、いい曲です。はい、ありがとうね。はい。まあね、そんな、どうでもいい話なんだけど。石神井公園いっぱい思い出しました、はい、本当にね。いや、だってもう感慨深いってずっと帰ってきた時からなんかね、うんうん、私かわいくて今足かいてるんですけどね。そうね、虫多いしね、あとね捨て猫がね昔多くて。ほんと、あのね、うちから脱走した猫がここにいたことがあって、野良猫がしてたこともあった。してないのに、うちから脱走した猫が自然に戻りたかったのかな。ここで野良猫化して、でもね、名前呼んだら一瞬振り向いたんだよ。間違いないと。そうそう、そんな思い出もある。今思い出した、それ。あ、ほんと。いや、すごいな、なんか。いや、野良猫、ね、そう、YouTube でね、野良猫捨ててあるのとか、よく見ちゃうとね、欲しいなと思うんだけど。まあ、とにかく、今日は久しぶりに石神井公園に来れたので、嬉しいです。石神井公園に来れば、野良猫にも会える可能性。いや、今はいないと思うよ。そっか、ダメなんだ、今うるさいもんね。今はいないと思いますけどね。あとね、釣りを釣っていい場所とかも、釣りができる場所。いい、そうそう、場所とかも一応あって、禁止の時期もあったりするんだけど、まあそれ今でもあるかちょっと分かんないんだけど、もうだって何年来てないんですか。いや、でも俺だから韓国に行ってからも時々こっち来てたわ。あのソウルトレインのメンバーとかさ、うん、ライブやるときに石神井公園、うん、昼間石神井公園ここに来てさ、うん、みんなでお酒買ってさ、酒盛りしたり、お弁当食べたりとかさ、ライブ前にそんなことしてたから、まあ割と最近まで来てたよ。私もやりたい。ああ、そう、うん、今からやるか。次だからとりあえず買いに行くか、酒屋。いい酒屋があるんだよ、そこに。あのね、ドブロク売ってんの。え、マジ、うん、言っていいんですか。ドブロクってだからちゃんとした正式のドブロク。内緒に作ってる。でもね、それ今は季節ないんだな。あれほら、お酒がちょっとできる頃だから春先っていうか1月で、でもちょっと冬のドブロクは季節があるんですか。季節ある。あ、なるほど。そういうのね、今ちょっとないと思うんだけど、いい酒屋があるんですよ、そういう美味しいお酒をいただく。じゃあ次回は、そう、ね、また日本に来る機会があったら、はいはいはい、じゃあここで酒盛りということで、はい、それも中継しますか。中継、今度中継なの。わかりました。わかりました。はい。はい、うん、
いやでも本当にね、はい、こんなことで急に石神公園まで来たんで、ちょっと、見えるラジオを撮ってみました。見えるラジオ、この後はメールメール、うん、あ新聞ですか、はい、分かりました。喋っていいのかな、言いたくてしょうがないんですけど、はい、うんはい、それじゃあ、うん、次回もまたどこかで、撮りたいと思います。まだ僕しばらく、東京にいますから、楽しみにしててください。わかりました。楽しみ。おまかいな。私が汗だくになってます。はい、はい、いいです。はい。それじゃあ、何マリコと？ゆきえの朝からオールナイト。またねー。いけ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 。